じゃあまずはガーリックハバネロソース、こっちから食っていくよ。辛いらしいんで、まあ一応やっぱね、こういう変わり種のナゲットが出た時は食いたくなるよな。25ピース買いました。はい、でね、はい、色がこんな感じ、ナゲットの。うー、真っ赤っか。ちなみにこっちのハバネロガーリックなんちゃらかんちゃらはマジで辛いです。辛いのあんまいけない俺が辛いって思う。じゃあいただきます。うん、辛い。でもこの辛いのがいいんだよな、この辛いのがうまい、マジで辛うま。でもガーリック入ってるから結構パンチ強め。うん、はい、次サワークリームレモンソース、もう真っ白、超レモンソースです。はい、じゃあ食べていきますよ。いいですか。はい、ま、味で言うとこっちの方が美味しい。でも辛さで言ったら絶対ハバネロの方だね。2つ買ってハバネロの方を先に食って後でこれ食うといいかもね。オフ会、いやオフ会は開きたくないな、めんどくせえ。俺もしオフ会開くなら男禁制にするけどね、全然。しかも本気でノリで来たやつも全員帰らせる。帰れ、無理無理って言って女の子だけのオフ会します。そうそう、でも俺最近さ、売れ始めた芸人が月150万もらってるっていうので、多いよみたいなテレビがあったんだよ。俺それ聞いてさ、 YouTuber ってもらいすぎなんだなって思っちゃったんだよね。俺ら YouTuber の中で百何十万って多分少ない方だと思うの。俺それ聞いて芸人って大変だなって思った。煽り。いやでもやっぱり事務所に持ってかれてんだろうなって感じがするよな、ああいうの。だからどんどん芸人が YouTube 始めてるんでしょ。まあ始めるよな、そりゃ。手っ取り早く稼げるもんな、直で。だって広告料がそのまま来るわけだからね。そりゃみんなこぞってやりだしますわ。まあでもどういう世界になっていくか分かんないよね、本当に。もういろんな業界のさ、飲食大手飲食店とかさ、そういうのがさ、 YouTuber に広告とか振ったりする時代になったら、もう正直もう本当に最高やってなるけど、俺ら的にマジでどうなってるかわからん。まあでも正直 YouTuber なんてもう始めた時からすでに一か八かかけてるから、別 YouTuber で安定求めてるやついないと思うんだよね。たまにいるんだよ、YouTube がなくなったらどうするんですかみたいな。もうそもそも一か八かでやって博打を大当てしてるわけだし、俺もしこれで YouTube で稼げなくなっても、ああでも10年は稼いだのか、よくやったなって言って、残ったお金でいろいろやりながらひっそりと暮らしていきそうだけどな。ね、だってさ、芸能人の一発屋でもさ、1年でいなくなったりさ、半年でいなくなったりする人いるんだよ。俺もう5年目だからな、ようやってる方だと自分で思いたい。でもまあこれからもやっていくけどね。まあでも嫌になったら多分俺はすってやめると思うから、よろしく。多分すがらないと思う、すがりつかないと思う俺は。俺割と最終的に自分の気持ちが嫌になったら絶対にやらないってところあるんだよね。何があっても、あもう嫌になったからもう嫌ってなることあるから、 YouTube がそれ、 YouTube とか配信がそれなったら多分もう俺何も言わずにやめていくと思う。まだ今んとこまだ大丈夫やな。大丈夫っていうか、まあ当分ずっと大丈夫だけど、なんかしょうもなって思うことが起きたらやめるかも。過去に何かやめたことある？しょうもなって思ってやめたこと？なんだろうな、フォートナイト。もうジャンプしていくからね、これ。最悪だ、やっちまった。うわ、やっちゃった。二段ジャンプしちゃった。ちょっとどうしよう。どこ、ちょっとお願い、そこを捕まって。あー、お母さん！お母さん！弾けすぎ！